インターナショナルカップグループステージ決勝トーナメントへの進出はグループ内で上位2チームとなっています。このゲームはブラジル南部の港町リオグランデドスル州ポルトアレグレにあるアレーナドグレミオで行われます。2012年に完成したブラジル有数のスタジアムです。この時間はオーランド対アルゼンチン、こちらの一戦をお届けいたします。アルゼンチン国歌お聴きいただきます。続いてポーランド国歌です。ポーランドはこの試合は 4-3-3 のシステムで立ち上がり臨んできました。そうですね、相手チームにスペースを作りやすいシステムなんですよね、はい、特徴でもある両ウィングがどんどんサイドに開いて相手ディフェンダーを散らす動きが必要になってきますけどもね、さらにこのシステムはボランチが特に重要なポジションになってきますよね。そうなんですね、もうボランチイコールアンカーという考え方ですね。そうですね、この場合はアンカーですよね、はい、ボランチは中盤の先から起点になってビルドアップしていく攻撃型とひたすら走ってカバーやプレッシャーに行く守備型がありますけども、そのバランスを考えて引っ張っていけるかがポイントでしょうね。キックオフです。スタートです。インターナショナルカップグループステージ第3節ポーランド対アルゼンチン。さあ北澤さん、この試合どの選手に注目していますか？オタメンディですね。対人守備でも空中戦でもフィジカルの強さを発揮したらそうそう負けることはないですよね。最終ラインからのパス出しもできるので守備面と組み立ての面で期待できますよね。はい、やはり彼がいるだけでも絶対的な安心感があるんでしょうね。裏のスペースを狙う。もうこれいいでしょう。プレッシャー、長いボールを送ります。ここは中に入る。ボールが収まる。シュート。いやー、いい反応でしたね北澤さん。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これこの場面でスーパーセーブです。このファーストハーフ最初のコーナーキックはアルゼンチン。レバンドフスキ2サイド上がっていく。いいプレッシャー。リブス、激しいボールの奪い合いです。ポーランドボールです。クリホビアク、今日のゲーム両チームまずこの立ち上がりは北澤さんどうご覧になりますか？まだ点も動いてないですからね、まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってきますよね。スタミナがありますからね、ミスは少ない時間帯ですのでじっくりいってほしいですよね。ふわっと裏を狙う。ここで受けて、レバンドフスキ、さあカウンタースピードを上げたいところ。うまいですね。プレスからボールがこぼれる。ポーランド、ここでファウルをもらいます。
幸運にも注意に終わりました。さあ誰に合わせてくるか。ちょっと合いませんでした。ポーランドが最終ラインまでボールを下げる。リブス、ここ来ましたよ。これもファウルですもんね。注意に終わります。クリホビアク、ルーズボール。さあカウンターのチャンスになります。チェックを受けながらのドリブル、パス、いいボールだ。キーパー直接処理しました。いいプレッシャーと、ボールはミリックから左へ、スルーパス、シュート、アルマーニー、これは素晴らしい反応でした。いや今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。ここで見せてくれました。キックが続きます。ヘディング、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。まあディフェンダーがしっかり寄せてましたからね。狙い通りのシュートというのはなかなか難しいですよね。デパウル、主審流します。ミリク、激しいボールの奪い合い、またファウルか。レフリーの注意が入ります。ここまでは両チームとも0対0。時間は前半中盤に差し掛かっています。アルゼンチンはこの試合を引き分け、もしくは勝ちで終わることができれば突破が確定します。危ない、どうだ、このキック、ここはショート、さあポーランドコーナーキックが続いています。来た、まで来た、ポーランド、先ほども同じようなシーンがありましたがゴールなりませんでした。この時間帯リズムがいいですよね。決まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。ポーランド、決定的なチャンスを収めることができませんでした。グリック、ポーランドがクロスから何とかチャンスを作ろうとしますよね。前線の中央に何人か構えていますね。なのでサイドから良いクロスを上げられればチャンスですよね。高めの弾道にしたり
逆に足元にぴったり合わせたりとか、はい、中の状況に合わせてバリエーションをつけるといいと思いますけどもね。なるほど、中の状況をよく把握することが大切なんですよね。そうですね。さらには相手のディフェンスが整っていない時なんかは、うん、もうアリークロスを狙ってみても面白いと思いますけどね。はい、対応力ですよね。そうですね。サイドのスペースへ走らせる。大きく縦へメッシへ、低いクロス、シチェスにしっかりと抑えました。リブス、ここはすぐ奪い返します。ソーラン、レバンドフスキ、フォレア、プレッシャー、ここでファウルがありました。ふわっとしたボール、ここ拾って次につなげたい。ポーランド、リブス、裏へのスルーパス、おっといいボールでしょ。お、これいいでしょ。ここで丁寧にボールを扱う。中は枚数いる。この位置でシュート、あれで勝負あったという感じでしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。ここでレフェリー笛を吹きました。前半が終了します。結果前半1対0。さあ、まずは前半が終わりました。アルゼンチンとしては攻守のバランスを取りながら試合を進めてたんですけど、終盤で一瞬の突きをつかれましたね。ただまだ1点差ですから、それほど慌てることはないと思いますけどね。インターナショナルカップグループステージ第3節、ポーランド対アルゼンチン。ではこの後も試合をお楽しみください。運命のキックオフです。この一番でどれだけ平常心でいつものプレーができるのか、そこが大事でしょうね。はい、ベドナレク、クリホビアク、ゆるく狙ったボール、パレです。ディマリア、ディマリアから右へ、リブス、さあつながるか、おさまったフリーだ。ポーランド奪い返します。上げてくる、あ、止めた。このヘッド見極めませんでした。スルーパスを出す、ポーランド、ここもしっかりディフェンスしました。
ポーランド、これは奪い返します。リブス、今日ワンアシストです。さあ右サイドから上がっていく、ドルーズボール、おっと、カウンターを仕掛けます。ボールを下げてリズムを作るか、縦へのボール、これは合いません。アルゼンチン、ここでベンチが動きます。左サイド上がります。このクリアボール次へつなげたい。これはどうやらオフサイドのようです。アルゼンチンとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。アルゼンチンとしては当然ね、追いつきたいところなんですけどもね、あまり雑なプレーをすると逆にやられる危険性もありますからね。クリホビアク、長いボール縦へ、ミリックから右サイド、ルーズボール来ましたよ。おいい形ですよ。ここはクロス、シュート、ディマリア。さあここでカウンター、プレスからボールがこぼれる、柔らかいボール、コーナーキックへと続きます。両チーム同じタイミングで動いてきます。さあポーランド、得点を重ね2対0という展開。ポーランドとしてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね、はい、2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。この後リラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。そうですね。ボールクリア、足元狙う、そのままキーパーが抑えました。ここはすぐ奪い返します。ポーランド、レバンドフスキ、スルーパスを狙う、裏へ抜けた、シュート、やっと、アルゼンチン。さあこのボールであと1点というところまで来ました。メッシ、北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。そうですね、このクラスの選手になるとボールをもらう位置や動き出しのタイミングなんかはもう染みついてるんでしょうね。これはワールドクラスのボールですよね。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。さあアルゼンチン、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。まだ急げばチャンスありますよ。
ベレシニスキ、もう一つ前に行きたい、ルーズボールになります。クリホビアク、失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。アルゼンチンはこの僅差、まずは追いつきたいところなんですけれども、どうでしょうか。あと1回2回あるかのチャンスですからね。仕掛けなきゃいけない状況ですよね。これはコレア、さあ持っていく、ディマリアへ、いいプレッシャー、もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。ここはつながりません。このボールはミリク、開きましたよ、前ボーナス、積極的に切り込んでいったんですが惜しくも外しています。いい判断ですよね。パスをするのか、スペースが空いた瞬間にさらにこうゴールを目指しましたよね。ベドナレク、ポーランド、落ち着いて時間を使います。大きく縦へ、裏のスペースを狙う、いいボールでしょ。レバンドフスキ、オタメンディ、ここで笛です。2対1、アルゼンチン今日の試合は落としてしまいましたが、次に駒を進めます。リードの突破が確定。さあ試合が終わりました。アルゼンチンとしてはようやく突破が決まりましたけども、やはり混戦を勝ち上がってこれたというのはチームとしても大きな自信になりますよね。トーナメントでも怖い存在になりそうですね。そうですね。さあアルゼンチン、次はインターナショナルカップの本戦が待っています。ここからが本当の戦いとなります。さあ皆様、お別れの時間となります。今日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。インターナショナルカップグループステージ第3節、アルゼンチン次のラウンド進出となります。